ございます。なんか変なのができてる。今日から3日間のお食事を記録していきたいと思います。最近さ、どうしても外食が続いてて、外食が続くとやっぱ体重が増えます。体重が増えるし、味も濃い味に慣れてしまいます。なのでこの3日間で、外食とかも挟むんだけど、なるべくヘルシーに、とりあえずおうちご飯は本当にヘルシーにして、この3日間で体重を元に戻していきたいと思います。外がすごく暑いので、なるべくクーラーをつけずにタンクトップで乗り切ります。ニトリで買った厚手の台布巾で繰り返し洗えて使えて、めっちゃ乾燥も早くて、油汚れとかも拭き取れるのね。すごいお気に入りで使ってます。これは湯通ししていくよ。アボカドをくり抜いていきます。ちょっと買ったちょっと早かったな。お金も使っていきます。最近買ったオリーブオイルがめちゃめちゃ美味しくて、よく行くイタリアンのお店で使ってたものを教えてもらいました。これも小さじ1ぐらいかけます。クレイジーソルト。最近ここばっか映してない？この剥くとこが大好きなんだよね。これもさ、作り置きしているとすごく便利だから、ガーッと、もう本当にこれだけ、塩とオリーブオイルのみ。もう焼いたトーストにこれ乗っけるだけでも美味しいの。こんな感じでアボカドとトマトを最近こういう風に作ってストックしています。もうバター代わりですね。バター代わりに森のバターを塗ります。あ、うまく切れない日があるね。トマトはたっぷり。いただきます。こういう風にトマトとアボカドを作り置きしておくだけで、バッタバタの朝がめちゃめちゃ楽じゃない？楽に痩せるための栄養を取れるといいよね。痩せる体を作るために、やっぱり朝の栄養ってめちゃめちゃ大事だから。シンプル美味しい。お腹が空いたので、お昼を作っていきます。物臭な私はまだ化粧をせずに裸みたいな格好をしています。冷蔵庫の中にある野菜を消費するパスタを作ります。この間さ、楽天マラソンで買ったんだけど、この貝印さんのピーラーがめちゃめちゃ切りやすくて握りやすいです。本当はさ、ピーマンとか鶏肉とか入れたかったんだけど、今回のテーマは冷蔵庫の整理なので、あるもので作ります。鶏肉とかシーチキンとかの方がおすすめだけど、ちょっと塩味が欲しいので少しだけ入れます。ニンニク、ベーコン入れます。たっぷりの野菜を入れます。ここで余ってたトマト缶半分を入れていきます。砂糖小さじ1入れていきます。お塩小さじ1。味が薄かったらお塩を足したり、ちょっとコンソメ入れてもいいと思います。ちっちゃく切ったクリームチーズ、キリ入れたんだけどめちゃめちゃ合う。冷蔵庫の余り物でもう秒速で作れるので、しかも作り置きもアレンジも可能なので、まだの方は絶対作ってね。さあ、お出かけする前に甘くて可愛いおやつを作っていきたいと思います。それがですね、じゃーん、私が初めてプロデュースさせていただきます太らないおやつ、お芋、干し芋をまさに今日今から発売しております。今まで YouTube でもみんなにお知らせしていると思うんだけど、1月から制作を始めて本当に半年かけて、美味しい美味しい干し芋を作りました。
私自身も毎日干し芋を食べてたんだけども、自分の地元の茨城県の特産品紅はるかを使って、もちろん無添加でノンシュガーで美味しい干し芋作りたいな、食べたいなと思ってて、それがやっと実現しました。パッケージさ、自分で言うのなんだけどめっちゃ可愛くない？バッグとか入ったらおしゃれだよね。ぜひ気になったよって方、概要欄に載せてるので、この干し芋チェックしてみてください。今回チョコレートはカルトショコラを使っていきます。おやつ選びもさ、一個一個こうやって包装されてるやつが食べ過ぎの防止にもつながるのでおすすめですよね。110度4分でいきます。できた、かわいい。さあ、ここから冷やしていきます。カフェラテを作ることにちょっとハマってます。じゃーん、見て、めっちゃ可愛くない？干し芋とナッツとピスタチオが入ってます。うん、カカオも 70% だから全体的にめっちゃヘルシーだし、本当に罪悪感ない干し芋のアレンジスイーツです。うわー、寝ておりました。夕飯を作らねばめんどくさいという感じで、もう本当簡単にヘルシーに作っていきたいと思います。こういう時にですよ、役に立つのがじゃじゃーん、シーフードミックス。こんな風にお安い時に買いだめをしているんですけれど、水に戻すだけですぐに使えてめっちゃ便利だし、あとは鶏のひき肉を使って脂質が低い部位でタンパク質を摂取しながらお野菜をたっぷり入れてヘルシーな発泡菜を作っていきたいと思います。お楽しみに。水に戻します。白菜を適当な大きさに切っていきます。長ネギ丸々1本使っていきます。いつも椎茸使うけど今日はしめじでいきます。生姜1かけ、生姜多めに切りました。鶏ひき肉に、塩小さじ半分ぐらい。結構ひき肉が余ったんでこれ全部使っちゃいます。生姜入れます。シーフードミックスと、あ、間違った、シーフードミックスの前にひき肉入れます。お野菜こんなたっぷりを全部入れます。きのこもすごい量じゃない？こんな感じでだいぶボリュームダウンをしてきたら調味料を入れていきます。お砂糖入れていきます。鶏ガラスープ、お塩、胡椒、オイスター入れていきます。で、とろみをつけます。仕上げにごま油。いつも作り置きしてお弁当とかにも入れてるきゅうりのたたき的なものも作っていきます。こんな風に全体的に傷をつけます。どの大きさに切ります。で、ポリ袋、とんかち、お塩を軽く入れていきます。で、よく揉む。で、10分ぐらい置いておきます。本日の汁物はなめこと三つ葉のお吸い物です。10分経ったので水気を切っていきます。で、もう一回戻します。お砂糖を大さじ半分、醤油大さじ半分、お酢は大さじ1、いりごま入れていきます。鷹の爪適量。はい、完成。キュウリ、うん、いい音。シーフードミックスで作った八宝菜です。薄味なのに美味しくて超ヘルシー、美味しいダイエットメニューです。うん、
ご飯もしっかりいただきます。ゴンちゃん何ついてきて何ですか。ご飯食べる。お腹すいた。お腹すいたの。おはようございます。2日目の朝です。今日はこれから出社なのですが、甘い系の朝食が食べたいなっていうふうに思ってて、じゃーん今日発売のこちらの干し芋のアレンジトーストレシピがね、美味しくいただけるので早速作っていきたいと思います。今日は5枚切りにします。じゃあお芋乗せていきます。ほんとさ、干し芋だけ食べてももちろん美味しいんだけど、こうやってアレンジも効くっていうね。じゃあまずこれで一旦焼いていきます。いい色。あー、黒ごまがぶちまかれた。干し芋トーストいただきます。ほんとおいしいんですよ。食べ応えがすごい。なんか朝から甘いもの食べたいなっていう時に、だいたいフレンチトーストとか、最近本当にハマってる食べ方がこの干し芋トーストなんだけど、めっちゃ腹持ちいいですよ。びっくりするぐらい腹持ちがいいです。あ、こんちゃんダメ。お掃除具材がすぐ来るんですよね。怪しいぞ。本当に腹持ちがいいトーストなので、ぜひ学校前とかお仕事前作ってみてください。メイクして今日は朝から打ち合わせなので行ってきます。今一旦オフィスから帰ってきました。この子がね、もうだいぶケムクジャラさんなので、これからトリミングがあるので、一旦お家に帰ってきたので、お昼ご飯を作っていきたいと思います。めっちゃ時間がないのでズボラ飯を作っていきます。今回は鶏ひきを使います。切るのはキャベツだけ。キャベツももう大体でいいんですけど、めんどくさかったら手でちぎってやっちゃってもいいぐらい。ごま油を入れます。で、鶏ひき肉を 100g ぐらい入れます。で、ある程度色が変わってきたらキャベツを入れます。あ、ニンニク入れるの忘れた。ちょっと生姜も入れます。醤油、お酒、みりん。キャベツは食感がすごくいいので、あんまり炒めすぎない方がいいかも。もうめっちゃ簡単なんですけれど、いただきます。きんぴら。本当はね、ここに汁物があれば100点でした。もうさ、本当にシンプルなんだけど美味しいんだよね、これ。いつも噛むこともダイエットって言ってるけれども、本当にキャベツは食感がいいので、ダイエット中は積極的に取り入れた野菜ですね。最近ちょっと雨が続いてて、今日はちょっと寒いので6月なんですけど、トレーナーを着てます。これ食べて運動してオフィスに戻ります。完全に帰ってきました。メインは私の大好きなお茄子をたっぷりと使って、レンチンも使って簡単に。あとは冷蔵庫に結構野菜が余ってるので、ちょっと卵料理と、あとお汁、あとは汁物も作っていきたいと思います。お砂糖小さじ1、お醤油大さじ1、お酢小さじ2、オリーブオイル少し入れていきます。小さじ1ぐらいでいいかな。混ぜていきます。ナスは2本ラップふわっとかけて、レンチン5分いってきます。もう1個の副菜を作ります。
ニラは一束全部使っていきます。お好きなキノコ、私は冷蔵庫にえのきが余ったのでこちらを使います。もやしも入れちゃいましょう。卵は2個割っていきます。ごま油入れていきます。お野菜をバーッと入れていきます。もやしも袋ごと入れていきます。こうやって真ん中開けて卵入れます。鶏ガラスープの素大さじ1で、砂糖をちょっとだけ入れます。ちょっとだけで、オイスターソースを小さじ1ぐらい入れていきます。味見て完成です。冷しゃぶみたいな感じで作っていきます。みょうが切っていきます。あ、こんちゃんが帰ってきた。よいしょ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 。こんちゃん、こんちゃんおかえりおかえりなさい。おかえり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 。はい、トリミングお疲れ様でした。みんなに見せて。はい、ふわふわになって帰ってきました。ふわふわだよ。で、レンジンして水気を絞ったナスの上に豚肉を乗せていきます。で、みょうがもたっぷり。で、さっきの合わせだれをかけていきます。清涼感たっぷり、涼しげな今の時期にぴったりなおかずです。で、最後に煎りごまをまぶします。夕飯は緑に黄色に赤に、もうカラフルな色で美味しくいただきます。増えた体重を調整中なので、夕飯は一汁三菜でお野菜たっぷりでヘルシーな和食にしました。いただきます。うん、お肉とお野菜たっぷりで一緒にいただけるめちゃめちゃヘルシーメニューです。おはようございます。あ寝た、跡がついてる。じゃん、この間作ったこのラタトゥイユトマトソースをパンにのっけていきたいと思います。野菜たっぷり。ね、お昼ピザ食べに行くのね。1枚だけならいいかなとチーズをのせちゃいました。まだ粉は大きない。バターもオリーブオイルも何にもならなくても、このラダトゥイユとチーズだけで美味しい。こうやって用意します。ピザを食べに来ました。ダイエット中の休憩ということで、ちゃんと自分の好きなものも食べて自分のご機嫌も取りたいと思います。これからスキンケアを買いに行きます。ちょっとみんなにお買い物に付き合ってもらいます。3days 最後の夕飯です。お昼がピザだったので、夜はお野菜たっぷりタンパク質中心の夕飯にしたいと思います。キャベツ1/4強と、
あとキノコ系と玉ねぎも入れていきます。私キャベツとか玉ねぎって大好きなの。どんなお料理にしても甘みが出て美味しく仕上がるので、やっぱり野菜の自然な甘みをね、美味しいって感じるには普段から口に入れてるもので慣らすしかないんだよね。玉ねぎは半分ぐらい入れていきます。クレイジーソルトかけていきます。今小麦粉切らしてるんだけど、本当は小麦粉もちょっとまぶした方がいいですね。ニンニク入れてきます。ちょっと多めに入れました。コンソメを小さじ1入れていきます。トマト缶も入れます。ちょっと味が薄かったのでお塩入れます。おつまみを作ります。干し芋ってさ、スイーツだけじゃなくてこうやってご飯のおかずとかお酒のおつまみにもなるんだよ。キッチンバサミで干し芋を食べやすい大きさに切っていきます。ちなみにこのキッチンバサミ、こうやって外せて洗えるんです。細かく切った干し芋を入れていきます。でナッツ入れます。塩コショウします。キャベツと豚肉のトマト煮込みです。干し芋のおつまみになるんだけど、私はお酒が飲めないのでお食事と一緒におかずとしていただきます。うん、塩と胡椒だけなんだけど香ばしくてめちゃめちゃ美味しいです。お肉食べるというかキャベツ食べるぐらいの野菜のボリュームです。でお昼はピザで少し糖質オーバーなので、ご飯はいつもの半分ぐらい、お米は抜かずにちょっとだけ食べるがポイント。調味料コンソメとお塩だけですよ。信じられないぐらいシンプルなんだけども、とっても美味しくて素材が際立つ美味しさです。以上で私の3日間の調整ご飯でした。今日まさに今から干し芋も発売なので、概要欄から飛んでぜひ食べてみてね。